霊源広氏、霊源公は、新末民発の軍人、政治家である。第二代、四代中華民国大総統。字は、総教。周囲から、近郊とも、重安とも言われる性格のためか、真の軍人だったが、辛亥革命時には、反乱軍の大将に押され、また、辛亥革命後の北洋軍末政府時代には暗記派、直霊派にそれぞれ、区靴とし、 大総統に押された。軍人出身ではあるが、中華民国期には軍事力を背景としていない政治家であった。霊源博士の父は太平天国の乱鎮圧に当たった新朝の軍人であり、彼自身も軍人への道を志す。八百八十九年、天津の北洋水師学堂を卒業した霊源博士はそのまま海軍に進み、関東艦隊の巡洋艦、 高校に機関士として乗船する。この高校は1892年に北洋艦隊に編入され、1894年の日清戦争にも参加した。同年9月の公開回戦で上官の高校が敵前逃亡後に座礁するが泳げなかった。霊元広氏は命綱を頼りに漂流していたところを友軍に救助され、九死に一生を得ている。 1895年春、霊元博士は、両校総督張りのほらが、新たに、洋式海軍を組織しようとしているのを聞きつけ、南京の蝶のほらに面会を申し込む。蝶のほらの地域を得た、彼は、海軍ではなく新たな陸軍の創設に携わる。この時期日本に留学して、軍人としての専門教育を受け、帰国後は、ドイツ人教官と共に、新軍の訓練教官を務めた。 1904年に、朝のホラが、古行総督に再任されると、霊元広氏も随伴して、武漢に赴任する。ここで改めて、古北新軍が組織され、1906年に、霊元広氏は、古北新軍の第21根成旅団長となる。1907年に、朝のホラが軍機大臣となって中央に戻ってから、あとも、彼は、古北新軍の将校として、武漢の治安維持に努めた。 1911年10月10日、武漢市の武将で、新軍内の革命派が放棄するという武将起義が起こる。形成を振りと見た古行総督の随清はいち早く、武将を脱出して、観光の疎開に退避し、第八鎮東制の長票もその後を追った。逃げ遅れたのは、霊元広士である。翌11日正午には、武将全域が革命軍に制圧され、 爆僚の分文吉の家に隠れていた霊元広氏も革命派に捉えられる。だが、ここで革命派内で意外な思惑が働いた。この二つの思惑から革命派はこれまで革命派を弾圧してきた霊元広氏に対して湖北の暫定的な司令官になるよう迫った。最初は身の危険を感じて渋々軍政府湖北と特に就任した霊元広氏だが次第に革命に 積極的になっていく。11月30日には革命軍司令官に就任し、12月4日には革命派の代表として、新朝の軍機大臣である遠征外と停戦交渉を行った。いつの間にか革命の中心人物となっていた霊源広氏だが、武将放棄の後には14の将が続々と新朝からの独立を宣言しており、革命政府をどこに置くか、 革命政権の主導者を誰にするかで意見まとまらず、武将派と上海派に分かれていた。そこでアメリカから帰国したのが中国革命同盟会の孫文である。結局論争は孫文で一本化し、1912年1月1日、孫文が南京で中華民国臨時大総統に就任する。妥協案として霊源博士は副大総統に就任する。 孫文の大総統就任によって、中華民国が成立したが、霊元広士としては、武将以来革命軍を指揮してきたのは、自分のはずなのにと面白いはずもなく、大総統への道を模索して、活動を続ける。この後の1912年3月1日に、孫文は、新朝鮮統帝の大尉と引き換えに、臨時大総統の職を、遠征外に譲るが、遠征外は、 副大総統職に霊元広氏を留任という条件で霊元広氏の賛成を引き出す。こうして清朝は滅亡し、南北の中国は再び統一される。ゲアした者の,の遠征外の強権的手法に反対した孫文らは、1913年9月に第二革命を起こすが、遠征外の軍事力の前にあっけなく撃退され、孫文らは日本に亡命を余儀なくされる。こうして、 国内の革命派を一掃したことで、10月に、遠征外は、正式に、中華民国大総統に就任した。第2革命の際には、遠征外を支持した、霊源広氏だったが、遠征外からは、潜在的脅威とみなされ、10月の大総統、就任後は、遠征外のお膝元である北京に押し込められ、自由を奪われてしまう。副大総統の役職にはそのまま残ったが、 何の実験もない名誉職のようなものにされてしまった。遠征外にしてみれば、霊元広氏は、縁の直属の部下である、北洋軍閥の出身でないし、南京政府時代の革命家との交流もあったため、今一つ信用しきれなかったのだ。だが、遠征外は、霊元広氏を切り捨てることはせずに、自分の息子を霊元広氏の娘と結婚させたりと、関係強化に努めた。 1915年12月に遠征外が帝政の復活を宣言すると国内外から一斉に反発の声が上がる。1916年には帝政に反対する一派から霊元広氏に大相当就任をそそのかす声がかかった。遠征外に反旗を翻すことは生命の危険につながると思った霊元広氏はこれを断るが同時に皇帝となった遠征外が与えようとした。 竹吉新郎の称号も誇示した。結果的にはこのバランス感覚が彼の政治生命を延命させることになるのだが、この後1916年6月6日に、遠征外が亡くなるまで自宅に陰性する日々を送る。霊源広氏は、遠征外の後を継いで1916年6月7日から1917年7月17日まで大総統を務めた。 県政外の後継者としてなら、北洋軍時代からの側近の断基髄、強国省、女性省が大総統を継ぐべきところが、それでは、帝政復活宣言以来反乱まで起こしている、両警庁ら南方の五国系が納得しない。それに、北洋軍閥内にも派閥があり、その中の誰が大総統になっても、北洋軍内に、しこりが残る。それならばまずは、国内の安定を、 中華民国の後継者をアピールできる霊元広氏を大総統に昇格させるという無難といえば無難な人事で落ち着く結果となった。もっともこの人事を決めた北洋軍閥にしてみれば大総統とは言ってもあくまで区別であり政治の実権は政治同国無教が握るものと考えていたが霊元広氏は遠藤ように大総統としての権力をこう知る虚に出る。こうした誤算が 大層豆腐の長である、霊元広氏と国務院の長である、断基髄の清掃、孵院の争いを将来することとなった。この争いは1917年5月23日に、霊元広氏が断基髄を罷免したことで、一応の決着を見た。だが、断基髄が下野した途端、北洋軍閥系の特軍が続々と、中華民国からの独立を宣言した。慌てた、霊広は、 徐州にいた非参戦派の長君に特軍団との仲裁を依頼する。6月7日、長君の手勢4300名の兵が入居してくる。北京を武力制圧した上で6月8日、霊元広氏に対して国会の解散を要求する。背に腹は変えられないと、霊元広氏はこれを了承。国会を解散するのだが、民国期になっても、連発を止めないほどの保守派である張君は、 ここぞとばかりに立憲主政を目指す行為を呼び寄せて、7月1日に新朝鮮統底を福祉させてしまう、長君復癖。霊元広氏は日本公使館に避難し、7月3日にそこで段気随と兵国省に長君の軍の制圧を依頼する。7月5日には段気随を再度国務総理に任命し、7日には兵国省を大総統を代理に任命した。 表舞台に舞い戻った段気髄の北洋軍閥はあっけなく長軍の軍を打ち破り、7月12日には北京を制圧。段気髄は7月14日に悠々と北京入居を果たしている。この日のうちに霊元広氏は日本公使館を出て大総統を辞職し、政治の一戦から退いた。大総統を辞職した霊元広氏は天津に移る。ここで彼は、 悠々自適に隠居しながら民間事業への投資を行って財を成している。九百二十二年六月十一日から九百二十三年六月十三日まで霊源広氏は再び大総統を務める。だが、すでに前回とは大きく情勢が異なっていた。まず九百十九年に直霊派の評国賞が病死し、直霊派はさらに補定派、総根派と落葉派、 後敗布派に分かれた。さらに1920年7月の自家間戦争で暗記派の断機髄は失脚し、1922年4月の笹口自家戦争で法典派が敗北すると政権は直令派が担うことになった。だが直令派単独で政権を維持するには支持層が少なすぎる。そこで直霊派は再び誰もが反対しない大相当として 霊元広氏を擁立することを思いついた。前回の経験で、形式的な大総統職に就くことに難重している。上に隠居生活を楽しんでいた霊元広氏は、就任に色を示したが、結局は、直霊派に、敗ただし再兵を認めさせることを条件として1922年6月11日に、改めて大総統に就任した。再度自ら独自の政策を展開できると思ったのも、 つかのま、またもや、霊元広氏の政権は各派に振り回されることになる。霊元広氏が目指したのは、平和的な統一による、中央集権国家への移行であり、そのために、敗徳祭兵や、国内各派の取り込みを行おうとした。しかし、旧地の孫文の取り込みを当てにした、平和的な統一は、孫文の逮捕状を取り下げ閣僚として、国民党の要員の派遣を依頼したものの、 党の孫文が、霊元広氏の前回の失脚の後に、北京政府と多元を分かち、公衆国民政府を樹立しており、公衆政府が中国唯一の政府であり、霊元広氏は新しく来た偽相当に過ぎない。もし列強が彼を承認するのであれば、それは中国に対する内政干渉だとない前に、対して宣言が発表されたことから失敗。背徳再平も、 軍事力を失う各派の抵抗やそれらに対抗するだけの軍事力の無差は事前に予想していたものの就任を講演した直霊派の軍事力を後ろ盾にできるだろうと目論んでいた。だが実際には直霊派も北洋軍閥の一派であり当初はこれを受諾した直霊派も実行段階になると支援は消極的になった。このため 敗徳再兵に成功した章は、厚生省一章のみという結果に終わった。またこの時期、なんとか名目だけでもと人の文官を省庁として任命するが、各地で地元税の反対にあったために実際に着任したのは、わずか二人だけだった。さらに、就任直後から、霊元広氏の大総統就任は、直霊派の手によるものであり、 民主政治という割には大総統不任のプロセスが中華民国約法に則っ,っていないという議論が湧いた。これに対して、霊元広志側は前回大総統職を離れたのは辞任ではなく、長君による外的圧力で職を離れただけである。したがって今回大総統に復帰したのでその任期は一年三ヶ月残っていると反したものの、 説得力にかけ霊元広氏の求心力は低下する。こうしては、就任からわずか一ヶ月の間に、軍事力の中央集権、文官の派遣といった霊元広氏の中央集権化策はことごとく失敗し、求心力を失った大総統はますます直霊派の区靴になっていく。また、区靴となった霊元広氏のさらなる悩みの種として、 直霊派の司会である総根とご配布が仲違いを始めた。総根、ご配布どもに霊元広氏には直接意見を言ってくるので、霊元広氏は二人の区別として双方の顔色を伺いながら瞑想しなければならなくなった。霊元広氏の瞑想はそのまま国政の瞑想であり、その有様は霊元広氏在任中のわずか一年の間に六回も、 内閣が修正されたことでも見て取れる。瞑想を続けた霊元広氏は、翌1923年6月に半ば直霊派に放逐される形で辞職した。霊元広氏は、直霊派に包囲された自宅にこもったり、北京にいられなくなって、天津に脱出する際も大総統の印字を持ちして、天津に仮政府を設置しようとするなど、ギリギリまで抵抗を試みたが、結局印字は、 天津に脱出する途上で直霊派に奪われてしまった。霊元広氏は天津のイギリス疎開に逃げ延びた。大総統の職を追われた。霊元広氏ではあるが自ら公式に辞職したとは認めず、天津、上海で大総統復帰のための工作を行った。だが、51923年9月に霊元広氏を上海に招いた孫文ら国民党を含め、 直霊派に対抗した組織はおおむね霊源広氏に、同情を表したが、霊源広氏を大相統に支持するものではなかった。霊源広氏はなおも諦めずに、各方面に働きかけたが、自分の子飼いが続々と離れていくのを見て、とうとう政治の一線から離れることを決意した。百二十三年十一月、霊源広氏は、別府温泉で湯治すると言って、船に乗って、上海を離れ、 約半年後の1924年5月11日に天津に戻ってきた。9月とはいえ政治の第一線で翻弄され続けたからかその間はいまだに巨万の富を持つ大資産家であるとは思えないほど苦渋に満ちていたという。その後、霊言博士はもう政治向きのことには口を出さず、実業家として企業に投資したり、天津社公会に顔を出したり、 近代教育のために学校に出資したりしていた。この年、1924年の10月に、第二次、笹口家戦争が勃発して、直霊派政権が瓦解したが、霊元広氏はもう政界に進出する気はなくなっていた。晩年の霊元広氏は、糖尿病と高血圧に悩み、1928年5月25日に、混沌する。その契機は、 彼が出資する主要資産である中高炭鉱を国民党の小会析が接収したという知らせを聞いたためという6月3日午後10時に高い家族に宛てた遺書の中では子供たちが政治に関与することをきつく戒めていたという国民党は1935年11月に国葬を行い霊言広氏の遺体は武将の卓東線に埋葬された この霊園は、後の文化大革命の際に破壊されるが、1981年武漢市政府によって修復された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。